吉谷さん、私の占ったところによると、コツコツとブログ運営したり、YouTube の更新をすると、お金が稼げる未来がやってきます。どうですかね当たりますかね当たると思うんですけどね。でもここまで明確に具体的に占っても、それに従わなければね、儲からないんですよ。だから儲からないんじゃないですかそれで、やれとも言ってないような、 あの仮想通貨のね ICO とかに参加してお金を失ってで戻ってきてねじゃあうちのコンテンツありますよっつったらすいません仮想通貨にやられてお金がありません何やってんだと <laughs> 何をやってんだと詐欺師にはお金払うのに誠実に真面目にコツコツやってる人にはお金払えないのかというねいやこれじゃあ儲かんないですよねいってらっしゃい